意外に蕎麦より少ない感じ。あとに炊飯担当様をご用意してますので。はい、ありがとうございます。おにつまチャンネル。おにつま。今日は旦那が大食いチャレンジします。実は若かりし頃ラーメンで大食いチャレンジ成功してます。私は見たことないんですけど、ラーメンの大食いチャレンジで成功したんだよね。なんて言うんだろう、なんていう項目だったんだっけ。ラギ台の食べてる人を越せばいいんだっけ。そう。で何杯食べたの。14杯。その頃は若いし胃袋もまあまあ元気だったから食べれたっていう可能性もあるんですけど、それで1ヶ月、その味の倉さんだっけのラーメンが無料で1ヶ月食べれたんだよねっていうプレゼント、商品なんていうの、そういうのプレゼントかなをもらえた。私のそばの早食い大食いを見てやりたくなったらしくて、というか私があまりにもなんか怠けてる食べ方に見えたらしい。めっちゃ本気だった、私本当に本気だったんだけど、すごく怠けてるっぽく見えたらしい。で俺ならこうだみたいなことすごい語ってたので、じゃあやればって感じで今日やることになりました。で今日行くところはファイヤーバーグさんのハンバーグを食べに行きます。いや私ね、そばでさえ胃がびっくりしたのに、ハンバーグだったらめっちゃいいし、胃がドロドロになりそうだよね。はい、そんな感じでどうなるか楽しみでーす。着きました。北郷さんのファイヤーバーグにやってきましたよ。私はね、貧血だから食べないんだ。家でね、手作りオムライス食った。だから、うわ、やべ、こける。旦那しか食べません。あ、やっぱダメだ。え？じゃあ、どこ止めんのさ。あ、後ろ？到着。あれ、どこに大盛りメニューは載ってるんでしょうか。なんか一人一品は頼まなきゃいけないみたいな、私はちょっとファイヤーカレーライスを頼むことにしました。女がちゃんと完食してくれること祈って頑張ってね。お、ドリンクバーが無料、超いくないですか。あれはぜひ活用するべきですね。今持ってきていいよね。え、注文してか。あ、そうか。今の心境はどうですか。なんか心配ない。でしょ、なんかドキドキしたらさ、もう味しなくなるから、マジで。私ほんと途中から、あ、最初のほんと一口二口味したけど、もう途中から味なんてないよ。何食ってるか分かんない。緊張しない方がいい。今日私と旦那はカレーを食べるから、とりあえず子供たちのご飯だけを確保するような感じになると思いますね。うちらともお腹いっぱいになるから、今もう3時ぐらいだから見せてる、まあ、要はね、2キロのハンバーグイコール前食べたそばの大盛りと同じ重さってこと、同じ重さってことだよね。意外にそばより少ない感じ。制限時間が15分間となっております。最後の一つになりましたら2つの方へ行きましょうか。それでは行きますね。チャレンジバーグ用意。頑張れー。あ、すいません、買い物していいですか。あ、じゃあどう、頑張ってね、暑いからね。気合これだけね、はい、カット。それもの時間で一番目で出てきます。一番簡単に戻ってくれるします。頑張れ、頑張れ。無駄な応援はいらねえ。コーラでいいんだね。頑張ってね。
そうだ。どうですか？うん、卵意外に少なくない？うん、卵米がね、卵の蕎麦より少なく感じるのは気のせいかな。あんまり美味しい、うん、よかった。ブロッコリー美味しそう。頑張れ。暑そうだね。ちょっと水かければ。お、さすが大食いチャンピオン、頑張れ。私はランデじゃんカレーです。時間はね、5分ぐらいあんなとしてる。私、頑張れ。食べたい？あ、そうなの？手の動きが鈍いなと思って。やっぱ腹いっぱいになるよね。うん、昔の勢いはなくなったか。あ、ポテト完食。もう肉飽きる。うん、あ、そう。うん、美味しい。飽きないけどお腹いっぱい。53秒。すごいね、ハンバーグ3枚も食べたよ。
ハンバーグにしようと思ったのにさらにハンバーグ、追いハンバーグ煮込みハンバーグにしようかなとか思って終了でーす。お疲れ様でした。もったいない。お腹の調子が大丈夫ですか。はい、大丈夫です。準備だけはなさらない。ハンバーグの方の関心はハンバーグだけはお持ち帰りできます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした感想は。米が。あ、米だね。やっぱりね。私ちょっとハンバーグ食べたい。ちょっともらって。うん、やったちょ、リュウちゃんの分とリオンちゃんの分を残しといて、私をこれをもらうぜ。お疲れ様。失敗だね、どっちも。大食いチャレンジしまーす。これは多いね。熱いね、そして。熱いよ、熱いよ。猫になるの。カレーの方が全然熱くない無理だ。大食い夫婦ですね。まあ成功はしてないけど。なんと私全部食えるわこれ。でも何なの、私ご飯派だったのかな。麺よりご飯だったのかもしれない。自分のペースで、ありがとう。自分のペースで食べるとどか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 入って、さっきのあのこんなにあったのに普通にペロリ一丁食べれちゃったんですよ。カレー食ってね。そう、カレー食って。いつも話したんだけど、時間制限があると緊張して、もう圧力で食べれなくなるんだよなっていうの。こうやってゆっくりゆっくり、1時間かけてとかだと食べれるんだけど、制限時間あったらもう、ドカ食いになっちゃうから、もうペースが、なんていうの、消化器が多分びっくりしてる感じだと思うんですよね。なんと紹介機も喜んでるこんな感じだ。完食しました。どうしたよ。いや、綺麗に撮ったりとかでしょ。あ、なるほど。え、ということでもう映しちゃっていい。皆さんありがとうございました。バイバイ。結構綺麗に食った。うん、食べたよ。